やっほー、こんにちは、さきこです。今日はですね、とあるプロジェクトの楽曲を一緒にみんなと見ていきたいと思うんですが、ちょっと読ませてください。Rewind Blossom っていう名曲カバープロジェクトっていうのが今韓国でやっているらしくて、1990年代から2000年代前半に発売されていた名曲を現代を代表するミュージシャンが大勢参加して彼らだけの感性でカバーするプロジェクトということで、普通に熱くないっていう感じなのね。そう、もう本当にもう名曲ばっかをカバーしてくれてるので、本当ありがとうございますって感じなんだけど、その中でエクソのベッキョンと NCT のドヨンが歌ってるドールっていう曲があるんですよ。イージフンさんとシンヘソンさんっていう方が過去に出された楽曲の人形っていうタイトルの楽曲ですね。はい、こちらがですね、もうバチャバチャに良かろうかっていうね。私チラッとこの楽曲耳にして、なんてこったと思って、なんだこの曲はと思って調べたら、なんとこのプロジェクトの楽曲だったということでございました。今日はね、まだ私チラッと聞いたあのままなんです。あのままの私なんです。なので今日はね、このがっつり聞くバージョンで一発ちょっと聞かせてもらおうかなと思って、今に至りますワクワクドキドキということで、もう早速ね、みんな聞いてこう。もう好きなんだよなこれ、もう好きなんだわ。多分ドヨン君かな。どうする、これやばいかもしんない。ベッキョンの声、これちょっと鬼、噛んだ。このカセットテープの時代あったよね。懐かしいわ。ハモリが。なやつだ。何？え？はい、あ、よくあるやつね。これ韓国の
MV あるあるですね。急にこう喋り出すやつですね。はい。コードケンちゃんな。ずっと謝りたかったんだって。うわ、ほら、右下に To Be Continue ですよ。これまた次誰が歌うのか気になりますけどね。うわ、マジか。ちょっと、途中盛大に噛みましたけど、鬼リピ決定って言いたかったみたいです、私は。はい。ちょっとさ、いいっすか？ちょっといいっすか？まずこの、プレス、この息ね、息。トラトラトラトクテナリコボネソンナンジクロケドシケシケシケちょっとこれ多分こっちが別居だと思うんですけど、別居の声もまたちょっといいなぁ。くてとなぁなぁ。あ？最高です。最高です。別居結構ね、この超とかすごい発音がね、はっきりするタイプの人なんですよね。なんかいつもの超だなって今思いました。この、シュー、この持ってき方だよ。シュー。めっちゃチョーって言うね。ね、今のさ、ちょっと待って。ああみやんへよ。このへがいいな、へが。はいはい。ここからも明らかに盛り上がっていきますよね、サビに向かってね。さらがんだみょくでが、このリズムがね、いいんだよな。さらがんだみょくでが、さらがんだみょくでがの、さとか、だとか、くとかがね、この、いいんだよな。このニュアンスいいな。いいや、最高やん。ここよ、みんな。ね、やばいでしょ。ポーゴシーポーって、これ落ちるのよ。このさ、ベクがさ、オンジェナヘンボケヤジョーって、わーって盛り上げたところで、ポーゴシーケーって入るの、あー好き。うん。힘들진않게할게요한동안많이아파울다시저그대를찾게줘신경쓰지말아요나잠시뿐이되니까되니까이네뭔가このやっぱ発音が好きなんだよな괜찮아요괜찮아요みたいな感じで、え、下がってった今。괜찮아요。あ、괜찮아요って後ろでハモってますね。괜찮아요。이대로있을게요。당신과상관없이그냥울러지
この水年がりゃーのさ、だんだんだんのこのリズムもさ、もうなんだろうな、綺麗に収まってないんですよ。だらららららーじゃなくて、後ろにちょっと引っ張られてんだよね。りょーとかすごい遅いですよね。いいな。今のビブラート、ちょっと共鳴がね、あんまりここは広げてないんですよね。ちょっとこう音が潰れてるというか、ヒンドゥジナンケナーじゃなくてヒンドゥジナンケハーよーみたいな、なんかこんな感じに聞こえるな。わかります？なんかこう広くないですよね、口がね。この分厚さ別居の、ふぅーじゃない、マジここ。好き、好きだよ、あなたのことが好きだから。上でハモってるのかな。聞き終えました、今にって。最後のこの息もう一回聞いて。わー、向こうも綺麗だね。めちゃくちゃ高音綺麗、この上のハモリですね。やだ、ちょっと。はい、お疲れ様でしたね。やばかったよね。やばかったよね。無理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 。これ完全に一人で聞いたら泣いてるやつですね。はい。すごい最高なんだけど。ちょっと NCT のドヨンくんね、以前私が歌うマイクを誰ですかみたいな感じでね、アンケートを募集したことがあったんですけど、その時にねこのドヨンくん名前上がってたんですが、わかるよ、わかる、すごくわかる。めっちゃうまいよね、めっちゃうまい。そしてちょっとねドヨンくんはどっちかっていうとこう綺麗に高音とか伸びていくタイプの方なんですよ。でベクもね、そうなんです、ベッキョもそうなんですけど、ベッキョの方が少しね低い成分の音、ちょっとこう重たく聞こえますよね。より男性チックな感じの声に聞こえるというか。どっちも好きです。どっちも好きです、本当に。はい、もうちょっとすごいよかった、どうしよう、ちょっといい曲見つけちゃった、どうしよう。本当みんなちょっと一回チェックお願いしますって感じです。はい、皆さんのあのフィルター通してもらって、はい、この曲最高だよね、最高だよね、絶対私のフィルター間違ってないと思うので、一回皆さんチェックお願いします。